限定的ですが、古代マタタビを入手する方法を見つけました。この攻略は、新、伝説の始まりをクリアして、レベル50解放できるようになったらできます。レベル50もいらないが、それに近いレベルじゃないと無理って話だ。お金集めのため倍速します。壁とラーメン堂を駆使して時間を稼ぎながらお金を貯めます。危ないと思ったらカメラマンを出して、もう一回赤毛のニョロを出すようにします。一体の時はダブルゴムで対応。何が何でも資金が大切。この編成の弱点は、エキストラステージを選ぶこと。比較的有利に攻略できるステージは、天使と浮いてる敵のステージです。キャラが対応できないんだな。さあ城を叩いて出てくる敵は刺したよう。当然全ての敵に対応した編成なんて組めませんから、ゾンビを攻略対象から外しています。持ちキャラの都合で、このステージにバランスをとっているため、かなりのステージは犠牲にすることになります。実際に攻略してみないとわかりませんが、メタルとゾンビはほぼ無理なんじゃね。ってのが今現在の編成、キャッツアイが不足してるので、レアキャラのレベルを上げるのがものすごく大変。メガロも本当は早めに出しておいた方がいいのですが、前線維持に注意がいってしまい後回しになってしまいました。この編成でどのエキストラステージをクリアできると思ってるんだ。天使と浮いてる敵はいけると思います。メタルとゾンビは対策不足。黒い敵はボンバーの活躍次第。エイリアンはなんとかいけそうな気がするのと。赤い敵は正直もうちょっとレベルが欲しいところ。タコツボも強化しておけばが持ちするので、今現在使ってるキャラはちょっとレベル不足。まあそれは今後の課題として、古代のマタタビ、身が落ちるところを見たことありませんが、1% と低確率ではあるものの、落ちるようです。種が 100% だから、どこにそんな数字が入る余地があるんだろうな。とにかく編成の都合上、攻略はギリギリ。タコツボにはもうちょっと頑張ってもらいたいところ。順調だよな。押されてはいますが敵の数を減らしてるので安全です。でも遺伝敵の攻撃は容赦ないので、どこまで耐えられるかが分かれ目になります。一応攻略に必要なキャラは揃えてるんだよな。特性を活かせない代わりに射程とか攻撃頻度でカバーします。カリファ簡単にやられるな。タコツボは限界まで出してるんだけど、追いつかないのかな。あとはレベルの問題かな。タコツボが間に合わない場合は島とラーメンに任せます。タコツボを出した後すぐなら、カメラマンなりそれ以外のキャラで攻撃可能です。厳しい状況だな。短期間でろくに準備できない割にはよくできてると思います。古代マタタビ周回するのならば、ウルトラソウルズが理想。ただ4種類も当てないといけないのと、レベルも相応に高くないと意味はないので、現状を発展するのが現実的。単純にレベルを上げれば場持ちが良くなるので、経験値集めはしっかりしておいた方がいいです。しかし見事に時間がかかるな。レベルを上げれば解決するけど、基本は運任せ。キャッツアイも取りに行って入手できればいいと思ってください。やや遠回りをするなら、ウルトラソウルズを1体でも多く入手すること。無茶でも何でも攻略できればいいなら、キャッツアイを入手するまで我慢することでしょうか。安定して古代マタタビを入手するには、バカみたいにレベルを上げないと無理です。それと攻略には時間がかかるため、忍耐が求められます。今後を考えると、古代マタタビ集めないと話にならないよな。新、レジェンドの関係で、にゃんでやねんが欲しいところ。さあ運命の選択は何を選ぶのか。天使が相手なので、最初のお金集めが重要です。最初はガブリエルが出てきてこちらを攻撃してくるので、ラーメン1体出して様子見、性質上をされることはないと思いますが、危ないと思ったら壁を出して守ります。あくまで持久戦を求められるので、敵が何体出てくるかを知ってないと、とんでもないことになります。そう、とんでもないことに、敵の数と強さに対してやや過剰に対応してしまい、ラーメンは2体出ています。そしてさらに余計な塩分を出してしまい、時間を稼がないといけないの分かってる、ということを失念。
今回のためにラーメンのレベル50まで上げましたが、加減がわかりませんでした。すぐに出すのをやめればよかったんじゃないか。ウキウキしてたのでしょう。敵は強いと思いすぎていたのかもしれません。それが思いのほか弱かったと。弱くはないですが過剰にキャラを出しています。ああ、カバちゃん出てくれませんかねー。せっかくの正気を無駄にしてしまったな。ここまで抑え込むと後戻りはできないので、攻略の準備。天使ブッダが出てくるのか。属性は天使なのでカリファとラーメンが活躍して、離れたところからメガロの後方支援のはずでしたが、破綻してしまったので、今前線は大混乱。落ち着けばまだ対処できたかもしれませんが、混乱した頭はそれを受け付けません。倍速で終わらせますね。大切なのは冷静に判断すること。完全ではないにしても、準備はできてました。この負けは次回の教訓にします。2回目の挑戦。最初はやること一緒なので、対応の差にずれがあっても、攻略の基本は一緒。働き猫のレベルを上げて、所持金を増やし、攻略をできるように準備することです。でも現状攻略ができそうなの天使と浮いてる敵だけなんだろ。工夫次第でメタル以外いけるかもしれないよ。メタルは無理なんだな。島がクリティカル連発すれば別だけど、現実的じゃないでしょ。でも出る時は出るからな。物事を洗い出すには、不確定を排し、事実だけを見つめること。この編成ではバトルコアラッキョが、一番厄介な敵。倒せたら攻撃力の高いキャラで城を攻撃して終わり、浮いてる敵なので対応しています。今度はヘマするなよ。最初に働き猫のレベルを1上げて、ドバトが近づいたらタコツボと壁で応戦します。お金集めが終わるまで倍速します。ここでも加減がわからずに、ミスをしてしまいますが、リカバリーが効くので大丈夫。壁とカメラマンを出せるだけ出して応戦します。チビブンブンとツバメンズの塊ができたらメガロを出して、一斉に攻撃。全部を範囲内に入れることができなくても、間引きができれば1ページ目のキャラを出していきます。接近してきたブンブン対策はどうするんだ。できればカリファにお願いしたいけど、予算の都合でカメラマンとラーメンに頑張ってもらうよ。一応メガロの攻撃当たってるんだよな。メガロのレベル30だから、攻撃力は今一つなんだよね。さあ次はどうかな。どうも当たってない気がする。まあカメラマンが決めてくれたのでいいでしょう。お金は貯まったけど、カリファを出すとすぐになくなってしまうので、しばらくは1ページで対応。メガロの攻撃が有効な間は、そんなにピンチじゃないので、貯めたカメラマンに任せます。そろそろ働き猫のレベル上げておいた方がいいんじゃね。それがカオルくんのプレッシャーに負けて、忘れていました。さすがに射程の長い敵がいると、怖くてなかなかできないことが多いですね。メガロ以外カオルくんに射程負けしてるので、他に出すとしたらカリファだけど、そんなに差があるわけでもないので、追い詰められるまでじっと我慢。メガロの攻撃で確実に取っていきますが、前線はすぐに崩壊するので、出せるものを随時生産していきます。でもここから追い詰められて、メガロが大変なことに、大変なことになるんだけどヒットバックして、射程範囲内に入るからいいですよね。メガロがカオル君を攻撃範囲内に収めたな。グズグズするのでまだまだ後退することになるんだけど、途中でカリファを出すまで繰り返しだから、倍速するね。チビブンブンを1回の攻撃で倒せるキャラはいないので、壁で守りつつカメラマンに頼ります。さあ最初のカリファです。これだけ離れてればすぐにやられることもないでしょうから、メガロに全体の攻撃は任せて、近づいてくる敵をこれ以上近づけさせないようにします。編成はキャットマンの方が良かったのですが、攻撃回転の速さからカリファを選択。再生産の短さも選んだ要因の一つです。こういった複合ステージだと、2種類以上の敵に対して強みを持ってるキャラの方が良くないか。キャットマンだけなので、レベル上げの都合で止めています。それに射程で負けてても、攻撃頻度はこちらの方が上。
ツバメンズを早く処理したい場合はカリファの方が向いてます。さあ2体目が出て攻撃したところでカオル君撃破。1だけど0ってわけではないので、またサビの実が落ちることを祈って攻略を待ちましょう。どちらにしろ周回は基本だから、編成を見つめ直すか、レベル上げは必須だな。ただいまイベントオールスターズを周回して経験値を貯めています。なんとか勝てたところで、しばらくはこのメンバーのレベル上げはしません。ドロップは種、実が落ちたところを見たことがありませんが、貯蔵庫を確認。古代マタタビの実が手に入ったら、育成するキャラはニャンデやねんです。ウルルンとかじゃダメなのか。キャラを出すのに時間がかかるんですよ。最初の1個でも大きな前進。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。